はい、こんにちは、くんです。ということで今回はね、新しく始まる新企画、日本列島クラフトやっていこうかなと思います。はい、日本列島クラフトとはどういうものかというと、実際に日本列島を作って、そこの都道府県に合ったものをね、クリエでみんなで作っていって、まあちょっとマインクラフト版の日本列島を作ろうと思います。で、日本列島をまず造形しなきゃいけないんですね。例えばの話しようか。例えば京都とかだったら清水寺があったりとか、奈良だったら大仏があったりとか、あとはまあ福井だったら原発があったりとかね、まあ、原発しかないか、そこ。そんな感じでその県の特徴のものを作っていくという風な感じですね。はい、ということで第1回はね、東京から作っていくわけですが、まずは海を作ります。見える範囲全部です。まあ、まずはその海沿いにちょっと地形を造形して持ってかなきゃいけないんですよ。この下のここをね、地平線とするわけにいかないんで、ちょっと盛ります。で、そこをするのが、ちょっと伊能忠敬藩をね、ちょっと選出します。まず味噌スープくん、あのワールドエリートできる人ですね。味噌スープくん、芋虫、マチャカリ、あとは以上。R のジャジャ、R のジャジャ、野ジャジャくんがやるの？野ジャジャくんわかる？広島の位置と東京の位置、どっちが東？広島。なるほど。よし、じゃあ、お願いします。作りましょう。一応僕もワールドエリートなんで、じゃあ小屋優吾も伊能藩で。はい、じゃあもうサクッと持っていいよ、ここ。てか、マジで、縮尺とか何も決めてないんだよね。東京の広さどうする？まだ広くする？まだ広くする？死ぬよ君たち。キャッキャじゃなくて、ご自肉だとお得意の悪ノリな気がするんだけど。あのさ、俺なんとなくノリで線引いちゃってるけど、いいのこれ？全部ノリだよこれ。今こんなノリで作んの？これ東京湾だよ。これ東京湾の上の部分だよこれ、多分。ちっちゃくね？いや、東京もっとでかい。はい、了解です。俺は知らないからな。いや、とりあえず徐々に作ってこうぜ。とりあえずお台場作らねえ、適当に。そこでガッて持ってよ、バッて。で、そこビューって。 ADHD 式の指示。ワールドエリートって OP 必要ないの？ OP いるね。あ、じゃあ OP やるか。はい、のじゃじゃが OP？ のじゃが OP すんの？じゃあ のじゃ食料班で、のじゃはワールドエリート使えないから、異能リーダーな感じで、ここを線引いてくれみたいな感じで、現場監督みたいな指示役、異能リーダー。宇野忠敬やめろ。とりあえず東京タワー作るか。ここ東京タワー作る人？いやー、粒は無理だろう。プーやで。東京タワーここ作って、羽田空港作る人？マリモに任せるか。羽田って東京？それ成田な。じゃあキリトは成田空港を作ろうとするも、管制塔が襲撃されて、管制塔乗っ取られて、成田空港の第三滑走路が作れないってやつやるか。スカイツリー作る人？ペンペ。はい、レインボーブリッジ作る人？ MC 豊か。赤くしといて、光を放つ感じで。東京アラートが発動したら、その赤くなるような仕様にしよう。もう作っていいよ、場所。なんとなく TP したから。作って、作り始めて。おい、作り始めて。あれだ、便座作りたい人？巨大便座。はい、エビフライらしいね。じゃあ国立競技場、新国立競技場便座作って、なんかお台場作る。じゃあこの辺になんか勝どき J コム作れんじゃん。これ勝どき作れるぞ。ちょっとお台場ってなんかどんな感じだっけ。なんか中途半端だよねお台場って。わかんないけど、お台場なんか適当にこの辺作ってよ。ガーッとお台場作って。神保町作るの？倉持。神保町作るの？なんで？じゃあ倉持神保町で。あの、これ東京クラフトじゃねえからな。あ、お台場そんな感じなの？あの、ちょっと待って、あのさ、もしかしてさ、俺の認識ね。ごめん、俺の認識だったのは、お台場がこの辺にポコッとあってって感じだったんだけど、もしかしてこれがお台場の上の東京湾の左上のことをイメージしてる人いる？もしかして。嘘でしょ？マジか。その規模で作るんだ。本当にそんなでかくしていいの？俺知らないからね。どうなっても。建国クラフトより大きくなりますよ。いや、それは言い過ぎだろ。だって四国とかもうなんかちょびっていいじゃん。マジか。この勢いでやんのか。マジか。俺これ千葉かと思ったね。ウケるね。今ちゃんとね、設計図、貼りますわ。俺の考えた、最高の設計図、東京湾編
一応設計図こんな感じです。あの上から僕の見た上からの図なんですけど、こんな感じですね。あの緑の丸のところに、左下の緑の丸が羽田空港、真ん中の赤いところにお台場を作ります。一番右の緑が東京ディズニーランド、その左上に葛西臨海公園って感じなんで、お台場のちょこっとって感じですね。うん、なんか俺東京湾そのものかと思ったけど、ほんの先っちょの先っちょなんだね、これは。なるほどね。わあすごい。なここもちょっと待って、レインボーブリッジ、これ何これ、この H 井戸川さん何これ、なんかクレーン、なんか東京のクレーンかなんか、あの上から見てちゃんと作ってね。あーディズニーランド作りたい人、はい、ディズニーランド班ちょっと呼びます。ディズニーって東京じゃなくね、一緒一緒一緒、はい、じゃあ君たちディズニー班でこの辺一体使っていいから。ディズニーランド、西とささやかれました、ヘルプ。どうしたの西戸くん、 OP ください。どうしよう、あげたってことにして実際あげなかったらいいんじゃない。あげるね、のじゃ、オッケーオッケー、ちょ待って。OP、のじゃじゃ、サーバーでなんか、のじゃじゃが OP になりましたっていうふうにサーバーで発言してあげて。R のじゃじゃに管理者権限付与しました。ほら、よかったじゃん、ほら。OP だよ。ビル作ってビル、とりあえず。これ全部ビルだから、バーっと全部。全ビル。東京なんて知らんし。だからビル作ればいいんだって、ビル。田舎にビルないからわからない。てめえはビルの一つも見たことねえのか。香川県民から見たビル、鉄の塊。築地が多分この辺なんだよ。築地作る人、つぶがい築地な。はい、築地魚売って。ここで浅草雷門作れる人、傭兵。はい、こう雷門作って。くんさんディズニーできた。あ、まずな、君ら聞いてたか、海抜ここだぞ。沈むな、海の中に沈むな。ユッキーは何作んの。ユッキー何これ、ビッグサンダーマウンテンのやつ。ユッキーこれね、ビッグサンダーマウンテンが東京湾、東京湾内に出現みたいな感じになってる。ちょっと東京湾に出すぎてる。フジテレビ作る人、フジテレビ誰作る。はい、じゃあ とんがりフジテレビここ作って。俺の位置、仕事ない人ちょっとビル作って。でヤバいビルは全部解体するから、ヤバいビルあったら上に黄色い羊毛立てて、建築税の人は羊毛立てるの許可する。これ壊した方がいい、やべえわってやつあったら建築税許可する、壊すので。黄色いの見たら破壊していい。道路たくさん通していいよ。なんかもう道路があって、ま、ビルあったら東京だから、もうほぼ。あとなんだろう、東京っぽいもの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 って何がある。渋谷、原宿、都庁、皇居、皇居周辺作る人、偽ファマで。だから手伝うね、手伝うき、どうせ VC 繋がってるんでしょ、手伝わせて。手伝うき、おい手伝え、おいゴミ来なさい。陰キャ転生もどうせ何もしないから、君たちでやって、よろしく皇居。あ、じゃあノルノルさんもここで、はい、じゃあよろしく。新宿もっと奥ですかね、ここら辺じゃね。皇居そこなんだったら新宿この辺じゃない。東京都庁作りたい人、ゴリラビね。はい、10秒。はい、ここ東京都庁作ってください。これ何作ってんのこれ。お前何作ってんの。お、待て、お前なんだっけ、羽田空港、羽田空港こんな内陸にないぞ。目黒区にねえかこれ、内陸すぎん。そこ渋谷だぞ、だって多分この辺だぞ羽田空港。この辺でいいと思うよ。海沿いに作る感じで。たくみくんどうした。たくみくん成田空港作るか。成田作る。たくみくんオッケー。成田はねこの辺だね。はい、ここで。仕事ない人いない。は、あのこれなんだ、これはなんだ一体。何このフグ博物館、あったっけ東京にフグ博物館とか。つぶがいは、ま、ビル作ろっかこの辺で。ポテチ取り壊しといてくれ。皇居ここか。夏さん、夏さん、それスキン変えとこ、それスキン変えよっか。まずくんさん、スカイツリーと皇居をかぶってます。これスカイツリーだったんだ。ペンペン、じゃあちょっと移動させよう。じゃあこの辺にちょっと横にずらそう。何していいかわかんない人、はい、何していいかわかんない人は全部 TP します。ちょっと待ってくださいね。はい、じゃあここの人たちは千葉を作ります。千葉は基本的にゴルフ場しかないです。はい、東京都のお金持ちが、ゴルフしに行く場所なので、ちょっとゴルフ場を作ってもらいます。はい、東京の傀儡なので。いや、地理わかんなくても大丈夫、全部このゴルフ場にすればいいから。ゴルフ場と山と、なんかよくわかんない心霊スポットがいくつかある。うん、そんくらいだね千葉は。てか茨城とかって作る。いや、まあ作るけど、なんなの茨城って。筑波大学がある。あー、筑波大学作るか。このな、このが行く大学だろ、いい判定もらって。
コノに筑波大学作ってもらおうぜ。それ良くない？無理です。この、それを言わせてみれば、筑波大学に行くのも無理ですって言っちゃうんじゃないか。大丈夫だ、コノ。作ろう。マウンテンできたにょ。ユッキー。ユッキー。ユッキーちょっと一回落ち着いて。浅草、ユッキー。花屋敷ってことにするか。何？皇居とぶつかっちゃうので少し移動してください。これ何この施設、この丸いやつ、これ何、これ、これまさかザハーン作ろうとしてるのか、これもしかしてエビフライ。建築が不可能と言われたザハーン作ろうとしてるんじゃない、あのイランの建築家。最初の当初案、あくまで当初案を行こうと。すごいな、任せろ。ちょっとだけ移動だな、でも皇居と被るから。フジテレビだ、お台場、なんかお台場が一番なんかできてる。ビルどんどん作ってね、もう無限に無限ビル生成しないと。東京はでかいぞ。羽田狭すぎてわけわからんものしか作れん。羽田どこ？東京タワーと羽田空港かぶってんのか。ちょっとプーヤ、東京タワーでかすぎだよこれ。いや、これはこのまま作ります。すごいな、東京タワーがでかすぎるから他のと合わせようって言ったら、俺はこのまま作ります。職人の魂を感じます。江戸っ子だな俺は。これもこのまま行きますよ、このまま行きます。大丈夫です、まあ、いいんじゃない、江戸っ子でいいと思うよ。あ、でもなんかいい感じじゃない、こう千葉東京なんか割といいのでは、悪くないぞ。東京周辺のイメージはできてるぞ。あ、すごい、よくこのサイズで再現したな。これビッグサイトよく再現したね、このデカさ。これ天才だな、これ誰が作ったの、これよう頑張ったね。メタボやるな、このサイズであの建物を再現するのはでかい。は？なにこれ、なんで F4 戦闘機が飛んでんの。 F4 っぽくない、なんこれ。え、ごめんなさい、これなんですか、このなんかこういう形のフランスの刑務所あったよな、確か。これなんすか、これイカオのやつ、これ何、東京拘置所。すごいな、俺フランスの刑務所って言ったけど、この形を見て刑務所って当てられたのすごいな。まあ拘置所だけど一緒か。よし、ということで1時間20分でこんなもんだね。ということでくんでした。またね。